大相撲中継でおなじみの解説者として名前の上がることが多い舞の海秀平。現役時代は小兵ながら巧みな技と大柄の力士にも果敢に立ち向かう不屈の精神で土俵を盛り上げました。そして話好きで明るい性格も生かし、引退後は大相撲中継での解説やテレビレポーターなどタレントとしても活躍しています。相撲解説も笑いを交えたオリジナリティのある解説をしており、舞の海の解説を楽しみにしている相撲ファンも多いです。そんな舞の海ですが、リップサービスが行き過ぎてしまうのか、余計な一言を発したり、先輩にもぐいぐい絡んで批判されることもあります。余計な一言を言ってしまう舞の海に境川親方は一喝をしていました。舞の海のにぎやかな発言。 NHK の大相撲中継でひときわ目立つ存在なのが舞の海です。舞の海は過去に失言と捉えられかねない発言を幾度となく繰り返してきました。そのため舞の海の解説は賛否両論であるといい、おおむね2つの意見に分かれます。一つは辛口だが正論、理論的で分かりやすいというもの。そしてもう一つが偉そうに批判ばかりで、その上失言も多くぐるさいというものです。同じ言動を受けてのものですが、ここまで評価が異なるのかと驚かされます。2024年7月場所でも舞の海の発言が物議を醸したことがありました。7日目角番の大関貴景勝は新小結平戸海に寄り切られ5敗目を喫します。8日目を前に黒星が3つも先行し、貴景勝は勝たなきゃ何の意味もないと厳しい表情。苦しい戦いが続く大関は自分の準備をするだけと視線を上げました。この日テレビ解説を務めた舞の海は苦しむ貴景勝について、稽古を怠けて力が落ちてきて大関から陥落するのではなく首の怪我ですからねと思わず大関陥落とポロリ、その後まだわかりませんけどね、失礼しましたと平謝りしました。これではまずいと思ったのか、舞の海は貴景勝は今自分の力をすべて出し切っています、大関から落ちてもいいと思うんです、千秋楽まで諦めずに戦う姿を見せてほしいですとエールを送っています。また同場所2日目2場所連続休場明けの横綱照ノ富士は2連勝と幸先の良いスタートを切りました。舞の海はこれに対し、もしかしたら身体を本気でかけてるからこそこれだけ厳しい相撲を取れるんじゃないかと語っています。さらにその後9連勝とした照ノ富士ですが、そこで舞の海のまずいコメントが飛び出しました。舞の海はこれは照ノ富士に文句を言ってるわけではないと前置きした上で、いい時は出てくる、ダメな時は休場または途中休場、これを繰り返していると指摘。続けて過去の横綱も、だったら俺たちももっと長くやれたのになって思う横綱も出てきますよねと語ったのです。怪我に苦しみながら綱の責任を果たそうとする一人横綱の照ノ富士に辛辣な言葉を投げかけています。このような舞の海の余計な発言に境川親方も一喝する場面がありました。境川親方の一喝。舞の海の発言は相撲ファンを楽しませる一方、批判の的となることもあります。現役時代境川親方と同じ出羽の海部屋に所属していた舞の海は当時の思い出を語りました。舞の海は身長171cm、体重96kg という小兵ながら、技のデパートと呼ばれる技を駆使して番付を上げていき、最高位は小結び。しかし舞の海は幕内へ上がった時に三役を全く目指してなかったんですよと明かしています。そんな舞の海を変えたのが当時両国という四股名で相撲を取っていた境川親方でした。三役を目指していないという舞の海に境川親方は、
お前、三役目指して稽古しなきゃダメだぞ、と語りかけたそうです。それを聞いていた力士が、両国、お前、そんな酷なことを言うなよ、となだめました。すると堺川親方は、いやダメですよ、こいつも三役目指して稽古しなきゃダメですよ、と言われたといいます。その熱い思いを聞いた舞の海は、私、初めて三役を意識したんですよね、と明かしました。ただその時は、何言ってるんだろう、この人、と思いましたけどね、と告白。これを聞いた堺川親方は、やかましい、と一喝しました。このように、人笑い入れるために余計な一言を混ぜることのある舞の海は、相手の怒りに触れてしまうこともあるようです。それでも舞の海は、堺川親方への感謝も語っていました。現役の頃は堺川親方が父親で、佐田の海関が母親みたいな感じだったんです。と明かした舞の海は、感謝してますね、とコメントしています。それに対し堺川親方は、調子のいいことばかり言っているんじゃない、と言いつつも嬉しそうにしていました。堺川親方は大学の後輩であり、どこか憎めない性格の舞の海を引退後も気にかけていたのでしょう。舞の海は堺川親方の計らいで部屋の師範代として席を置くことになったのです。舞の海にとっても堺川親方は特別な存在で、こんな逸話も紹介しています。相撲が始まると堺川親方は情緒不安定になるそうで、舞の海は、相撲を取るのは力士なのに、親方がそんなに一喜一憂してどうするんですか、と指摘したこともあるそうです。人情味がある堺川親方を舞の海は、親方の性格はカラッとしていて、常に痩せ我慢、と評していたことがあります。弟子たちの成績が悪いとすごく落ち込むものの、それは周りには出さないことが痩せ我慢の由来だそうです。そんな堺川親方を、厳しさと愛情の両方が強い親方なんです、と舞の海は明かしています。そして、堺川部屋の強さの秘密は、そこにあると思うんですよ、と真面目に語りました。このように堺川親方に対して感謝しつつもぐいぐい絡んでいく舞の海ですが、相撲界のご意見番にも容赦はしません。名コンビ舞の海と北の富士。舞の海がぐいぐい絡んでいくスタイルは、相撲界のご意見番に対しても変わりません。2022年1月場所初日、取組前に御嶽海が場所前の合同稽古で申し合いを行う様子を VTR で紹介。この場所で大関取りを狙う御嶽海に関して、舞の海は、先ほど御嶽海の話が出てましたけども、北の富士さんどうですか、と切り出します。続けて舞の海は、大関昇進の目安とされる直近3場所を三役で33勝以上について語ったのです。33勝未満で昇進した力士が表示された際、特例として上がるのが北の富士が大関に昇進した28勝という数字。舞の海は北の富士に9勝、11勝ときて、今場所10勝だったら大関に上げてもいいんじゃないでしょうかね、と尋ねます。しかしそれに対し北の富士は、さあ、知りません、とそっけない返答。すると舞の海は、過去に3場所で30番に満たなくても大関に昇進して、その後横綱になった力士もいるんですよね、と3場所計28勝で大関に昇進した北の富士を揶揄する内容のコメントをします。これを聞いた北の富士は、ふふ、と少し笑いを漏らした後、まさか俺のことを言ってるわけじゃないよな、と確認。すると舞の海は、いや、北の富士さんのことです、とあっさり認めています。このやりとりはネット上で完全に北の富士を煽ってて草などと話題を呼びました。二人は同場所の千秋楽で再び共演。ここでは場所後に三役の顔ぶれがどう変わるのかが話題となりました。そこで北の富士は、三役にいるということは難しいことだね、
定着するということはね、とコメントします。すると舞の海が、先ほど北の富士さんから三役維持するの大変なんだねという話が出ましたけれども、と前置きしてこう続けました。その三役から突き抜けて大関になって、その上の横綱になったというのはすごいですね。北の富士さん、遊んでるだけではなくかなり努力したんでしょうね、と北の富士を称賛。現役時代、夜の帝王と称されるほど遊び好きな面もあった北の富士は、聞いた直後は苦笑交じりに、誰が遊んだんだと反論しました。ただその直後に、何とでも言ってくださいとトーンダウンしています。一部では、自分でも遊び人だったって自覚はあるんだなといった反応が上がりました。このように土俵上に負けずとも劣らない盛り上がりを見せる北の富士と舞の海のバトルは、大相撲中継の名物です。 SNS などでは、公共の電波で軽口を言い合えるほどの仲なのは微笑ましいという声も上がっていました。2024年7月場所初日、 VTR 出演した北の富士について、舞の海は、久しぶりに北の富士さんを拝見しまして嬉しかったですし、ほっとしましたねと語っています。かつて相撲ファンを楽しませてきた北の富士と名コンビを組んでいただけに、舞の海も心から安堵したのでしょう。数々の方言が物議を醸したことのある舞の海ですが、方言もほどほどに、これからも相撲ファンを楽しませるリップサービスに期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。